ヘレナ・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダム王女、全名、ヘレナ・オーガスタ・ビクトリア、1846年5月25日から1923年6月9日は、イギリス女王・ビクトリアとアルバート公の、第三王女。バッキンガム宮殿で誕生。長子に、ドイツ皇后、ビクトリア、次子に、ヘッセン対公妃アリス、長兄にエドワード7世。 時系にザクセンコーブルク豪太公アルフレートラがいる。1865年9月、コーブルクを訪問中、デンマーク王家の氏族アウグステンブルク家の講子クリスティアンを紹介された。父親はアウグステンブルク公クリスチャン・アウグスト2世、母親はダンサム伯爵夫人ルイーセだった。アウグステンブルク公の三男であるクリスティアンは所領を持たないただの講子だったため、 娘を側に置きたい、ビクトリア女王にとって、好都合な婿であった。同年の12月に、婚約、1866年7月5日に、ウィンザー城で結婚した。結婚式の7日前に、女王は、新しい義理の息子にヘレナと同等の、殿下の称号を与えた。これは、イギリス国内でのみ通用するもので、国外では、 シュレースビヒホルヒュタイン講師としての称号しか使えないものとされた。夫妻はウィンザー上近郊のフロッグモアハウスに新居を構えた。ヘレナは妹ベアトリスと共に父アルバートの死後は母親と親密であった。彼女は数々の事前活動の講演者となった。第一次世界大戦が始まるとハンドイツの風潮が 国民の間に高まり、ドイツとつながりの深いイギリス王室は、多くのドイツでの称号を保持し続けることが困難になった。1917年7月、ヘレナの異常児五世は加盟をサクスコバーグ号竹から、居城にちなんだウィンザー家に変更し、保持していたドイツの称号をすべて放棄した。ヘレナ夫妻と娘たちも、父の加盟が、 ドイツ領になっていたシュレースビヒホルシュタインに由来するためシュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクアウグステンブルクの姓を名乗るのをやめた。1923年にロンドンでの住居ションバーグハウスで死去した。名前は英語名に基づいて表記する。ありがとうございます。